なんといってもバインの上さんの、商品の魅力の一つは、そのお色だと思うんですよね。で、本当、日本の色の名前を使って、商品の方も色名が付けられたりとかしますし、私も展示会で何回か拝見してるんですけども、やっぱりすごくお色の展開が心躍るような、本当楽しい色合いでだと思うんですけども、色の展開がとてもたくさんあって、いつも楽しい商品だなと拝見してるんですけども、お色の展開としては何色、会社としてはあるんでしょうか？今現在20色持っておりま20して、色。大吹きですとか、あと先ほどの綿布巾に関しては20色展開で全て作っております。すごいお色の多さですよね。そうですね、なんかあれよあれよという間に増えてきたというか、どうしても一つの色、これにしようと、こう、大体最初は5色とか10色で始めるんですけれども、やっぱり赤を生かすには、もっとこう濃い緑がいるだろうとか、なんかこう、補色という着物で、帯と着物と補色の色合わせをしたら綺麗とか、帯締めはちょっと色を効かせる、帯揚げとかは色を効かせるとかって言いますけれども、なんかそういうことを考えながら、で、色名も考えながらとかになってくると、もっとこんな色、あんな色っていうことにもなってきまして、そうなんですね。そうです。今、茅の商品作り出して12年ぐらいになるんですが、本当最初は6色ぐらいの展開だったと思うんです。あ、もう半そ分れ以と下も、だったんですね。もう倍以上になりましたね。そうです。本当、色を選ぶの迷ってしまうほどの色展開なんですけども。今、そうです。もうこれ、もう春から夏に向かっていく時期にはなるんですけども、夏に向けて、この色を例えば選ぶとしたら、まあ、20色とか展開できないお店さんもいらっしゃるかなと思うので、これからの、夏に向けたお色展開だと、どのあたりのお色がおすすめですかね。ちょっと私も今、サンプルとして色全部持ってきております。すごい綺麗ですね。本当にこれって色、お客様が色を選ばれるときに、こう、横で拝見してましても、お店の雰囲気ももちろんありますし、そのお店のオーナーの好みもありますし、なんか今までは、例えばですけれども、今からの時期、春でしたら、やっぱり桜色を入れて、このあたり暖色系は、売れ筋なので入れてくださいね。で、ここに、例えば、若草色を足して、黄色を入れて、山吹を入れて、青磁と山吹ですね。で、こんな、こう、明るい感じでいきませんかとかって言ってたんですけれども、意外とこう、尖ったお店と言っていいんでしょうか。ちょっとかっこいいお店だったら、本当にモノトーンに、一色、こう、色味を入れるとかで、すごくでもそれ素敵なんですね。モダンな感じのお店さんとかですかそうですね。ね。色はちょっとパープルですね。藤という色なんですけど、藤色を入れて、他はもうモノストーンにしてしまうであるとか、こういったことでお店らしさを、こう、5色だけでも見せていただけるので、その店に手持ってらっしゃるものに合わせて、でもまあ、この時期こんなんどうですかみたいなお話は少しすることもございます。じゃあもう時期的な季節をヒンそトうですに色を考える方法だったりとか、あとはお店とかお客様の層に合わせて、こうモダンな、無彩色とかを基調にされているお店様だと、まあ、それを基調に差し色で、ちょっとあまり彩度の高くないもの、色味を抑えたものを入れてみるっていうのそうがで一すつの提案のね。ことですね。大体そういった感じで提案してまして、あとは、布巾と台拭きであれば、台拭きは、やっぱりこう、なんていうんですか、机の上を拭きますので、
すぐ汚れがお醤油拭いてしまったら、そうですね、茶色くなったわみたいになりますので、はい、まあ、そういった意味で物理的に濃い色は絶対におすすめですとか、うん、そういったことは申し上げます。うーん、汚れてもあまり目立たないですし、まあ、黒ももちろんですけど、こういった、消しつるばみですね、はいはい、こういったお色もすごく人気ございます。汚れが目立たないっていうところで、で逆に、はい、キッチンでこう見えるところにこうつったりしてしまうものの一つとして、こういった薄い色ですね、はいはい、金に関しては割とこういった薄い色、綺麗な色、あとは黄色とか、はい、インテリアに馴染みやすいようなそうです色ですかね、はい、まさにそういった感じですね。ちょっとアクセントにしたいなとか、はい、っていう方は割とこういうキッチン関係の一つとして黄色ですとか、竹色を選ばれるでおすすめもしてます。組み合わせても楽しいですし、一つの色でまとめてもいいので、はいはい、色遊びというか、もう着物の、はい、と一緒の考え方で、はい、自分の好きなように最後は選んでいただくっていう、その売り場作りができるといいなってことですね。はい、そうですね、はい、お客様とも、お店のお客様とお店のオーナーさんとの会話の一つでも、結構この布巾とかっていうのは楽しんで、でその方どんな暮らしされてるのかとかもこうお話ししていただけますし、もちろんお好みも聞けますし、なんかそういうツールとしてもこのお台拭きとか布巾はおすすめです。あと一つ、あれですよね、紅白もおすすめになるんですかね。そうです、はい、お祝い事とかはやっぱ年間通して、そうですね、はい、もうやっぱりおめでたいですよね、こういうのいただくとすごく嬉しい気持ちになりますし、はい、こちらに関しては本当に年間よく出てる商材でございます。はい、パッケージもすごい考え抜かれているので、こういうふうにこうのし状というか、はいはいはい、なっているので、とてもお店でもこのままこう並べて置いておくだけで、はいはい、で紅白で置いておくとプレゼント、ちょっとしたお祝いの、はいはい、提案もできたりしますので、ここも嬉しいところだなと思いました。はい、ありがとうございます。はい、